トニー・パショスは、イリノイ州パロスハイツ出身のアメリカンフットボール、選手。現在 NFL のオークランドレーダースに所属している。ポジションは、オフェンシブタックル。イリノイ州パロスハイツで生まれた。彼は、同州ロックポートの高校に進学し、1998年に卒業した。イリノイ大学では、ミニタックルとして、全47試合に先発出場、3年時。 4年次の2年間、ビッグテン・カンファレンスのファーストチームに選ばれた。2003年の NFL ドラフト5順で、ボルチモア・レイブンズに指名されて入団した。レイブンズで4シーズン所属し、先発23試合を含む38試合に出場した。2006年には、レイブンズは NFL2 位の17サックしか相手ディフェンスに許さなかった。 2006年シーズン終了後、無制限フリーエージェントとなった。彼は2007年3月2日、ジャクソンビル・ジャガーズと契約を結んだ。ジャガーズでは2007年、先発15試合を含む全16試合に出場した。この年、ジャガーズはランオフェンスで AFC トップの2391ヤードを獲得した。2008年、全スナップで右タックルとして出場。 プレーオフ2試合にも出場した。2009年9月6日、シーズン開幕前に、ジャガーズより解雇された。ジャガーズはこの年、友人モンロー、エベンブリットン、トラトーマスを獲得していた。翌9月7日、サンフランシスコフォーティナイナーズと契約を結んだ。同年10月25日、左肩甲骨を骨折、シーズン絶望となった。彼は、翌日故障者リスト入りした。 2010年3月7日、クリーブランド・ブラウンズと3連戦30万ドルで契約を結んだ。2012年3月手術を受けた彼は3月12日、ブラウンズから解雇された。ブラウンズでは2年間で先発15試合を含む18試合に出場した。2013年3月、ワシントン・レトスキンズと契約を結んだが、8月31日に、 最終ロースターカットで解雇された。その後、9月2日、オークランドレーダースと契約し、アレックス・バロンの代わりにアクティブロースターに加わった。ギリシャ移民の子供であり、英語、ギリシャ語、ドイツ語を話すことができる。2012年アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党のロンポールを支援した。ありがとうございます。